いやもうテンション上がりますよね。僕もまだちゃんとは見てないですよ。これでいくのか。結構小さいでしょ。思ったよか。いやいや十分十分。ちょっと待ってちょっと待って。もういっちゃう。よいしょ、よし、おはようございます。おはようございます。いよいよ始まりますね。始まりました。九州一周、いや、四国ですね、今回は。あれ、スンク、あ、やばい、スン先輩忘れた。スン先輩、スンク、ここだよこれ、ということで、こっちからな。そう、一周乗り心地と、いや、結構ですね、してます。やろうね。あ、ちゃんとそこにしてるんだ。人やっぱちょっと高くない、そっちが。そうですね。なんか後ろなんかあのあれだな、ほいなんかあの神社とかある後ろちょっと一番高いですよこれ。うん。こんな高かったそこ。これ右からですか？はい。左から。これバックモニターつきっぱななんですね。バックモニター倒れてしまう。ここに入れる。で、ただですね、そのガス欠の恐れがあります。そうぐらい入ってない。結構入ってないです。いきなりお金も使うシーンが入ってしまったけど、あのイッチーさん、はい、あなたをですね、はい、あのその大倉商人です。あなたは、あ、僕がお金の管理をするっていうことですね。お金の管理一切全てをイッチーに任せます。はい、見積もって3人で全部で9万8000円。はあ、これはもう10万円でよかったんじゃないかっていうところをきっちりと。そうなの、そうなの。こちらにももう1個あるわけです、財布が。甘口財布、この中にね、12000円、これが我々のお小遣いの入れ物ですので。はい、わかりました。一致、はい、今日から4泊5日、はい、財布の紐を任せた。はい、任されます。はい、はい、お願いします。はい、頑張ります。多少無理も言いますけども、みんなのお金をみんなで使いましょうね。そうですね、大事に使ってきますよね。そうですね、大事に。みんなのお金ですからね、みんなのお金。とりあえず喉乾きません。うん、もうコーヒー飲みたいな。まあ最初だからいいですかね。おおおおおおいいね。よしよしよし、ジュースどこで買う？自販機。初め自販機で買っちゃう。ちょっとガソリンランプつきましたよ、もうガソリン。いけるのか、いけなかったーとかなんて言ってるから、ダメ、危なかよ。まだ見よっけんね、ちゃんと。あ、怖かった、右、ごめん。あ、真ん中入る、右、この中に入る。超うっ、あ、どこでしょう。ちょっとコンビニ寄りましょうね、コンビニ。事故が起こる前にありますかね、コンビニ。あー、ロードマスター、ロードマスター、道ありますか。多分この次の波はもう危ない波ですよね、多分。そうですね、そうですよね、今とこへっこんですね。そうですよね。マジか、しょっぱなからいきなり試練。これどっちか、何の試練。怖い、必要。この試練必要、この試練。じゃあローソンがある、ローソンがある、ローソンがある、ローソンがあった。もうどういうシチュエーション。逆がいいから。いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。すごいな。てっ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 て、おお、さあやったー。いきますよ、とりあえず第1回目はジュースをみんなで買いましたね。みんなで買いました、コンビニで。そしてですね、もうすでにですね、フェリーの時間厳しいんで、急いでいきましょう。急ぎましょう。乗ってくださいね、乗ってくださいね。乗って、もう1回でも道間違ったら完全落とすよ。ちょっともうやっぱ本当ナビで行きましょう、本当に。いやー、高速頑張って運転しますけど、はい、ちょっとですね、時間がガチです。ガチっす。ちょっと電話します。あ、すいません、もしもし。また今日、あの今日、あのまた僕ですよ。到着時間が30分くらいになっちゃうんですけど、間に合いますか。はい、間に合いますよ。ギリギリでも大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫です。あ、本当ですか。はい、急いで行きます。あ、もう本当、安全です。はい、また電話するね。とりあえず10分前に来れば OK。 OK OK OK。 これ以上は遅れられない、遅れない。ゆっくり急ぎましょう。あ、ごめんなさい、2900円。はい、3000円は使い切る。通常は大切。ありがとうございました。はい、どうも。さあ、シャバイ。さあ、ゆっくり急ぎましょう。はい、ゆっくり急ぎましょう。さあ、1回でも間違うとアウトですよ。あと 7.1 キロでございます。なんとかなるはず。
るんかかな。どうです。いやこれもまずいかな。ちょっとあれですね。でも別府観国際観光コート書いてある、うん、ここからも曲がってもいいかも。ここから曲がります。曲がれます。こういう道なかったらアウトです。あーあれか。あーあの辺。これ間に合ったんじゃないの。ごめんなさい、ギリギリになっちゃって。お願いまし、待って、言わまし、ギリギリです、すいません。でこっちに寄せとけばいいですか。はい、だってあと7分でこのフェリーは。先輩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 見て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 、すごいすごい。お走った、早い早い早い、おっとすごく早い早い。おかえりなさい、パイちゃん。痛い痛い。いけるって。やったね、グッジョブですよ。はい、そうよし。ああよかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。先輩もう着いて受付行ったらお姉さん美人だった。ちょっと僕行ってきます。もう一回さあ、四国いいんだな、これ。いい。おい、見に来た、四国に。四国に。四国に上陸。やった。むせて到着したぞ。むせて到着しましたね。ああ。さあ、向かうは釣具店。釣具店、ちょっと案内をいいですか、これ。あ、ガマカツって見える。ガマカツ。これ次。ガマカツ。これ。あ、ガマカツって書いてあるぞ。さあ、第一釣具屋だ、これ。さあ、ほら、撮影協力 OK ということで。はい。第一釣具屋ですよ、ここ。はい。じゃあ、こんにちは。その岩礁帯のところだと頭はまあまあ狙います。あ、こことか。そうです ね、 ですね、はい、足元、鼻釣りもそうですけど、あっちもですね。これね、このお店のオリジナルなんだって、はい、あ、レインズから出てるんですね、うん、でね、これ使ってくださいって、はい、あらもう、はい、ありがとうございます。じゃこれ使わせてもらいます。ありがとうございます。あー、マジか。あ、すみません、うん、何も。よかったです。ありがとうございます。マジっすか。これでかなり助かったぞ。かなりこれで。ありがとうございます。これで雪伸びれます。これ持って行ってきます。行ってきます。すみません。どうもありがとうございました。ありがとうございました。したほら、視聴者さんからもらったよ。いやー、いただきました。ありがたいですね。なんかお小遣いカツカツですからね。なんかいいんじゃないっすか、おい。いやおいおいおい。鳥もいますよ、鳥も。これいいんじゃないの。で100円払ったらそこに止められるんで。100円払ったら、これはどうす、これはガソリン代の中に含むってやつ。領収書出ないな、領収書。しょうがないしょうがない、100円で買いとけばいい、そういうやつに関しては。はい、じゃあよろしくお願いします。貯金箱じゃん、貯金箱。よろしくお願いします。はい、よし、行きましょう。頑張ろう、うん。ちょっとちっちゃいワームで反応を見てるんですけど、はい、何から試せばいいかな。これは荒株頭の持って帰れる系じゃないか。なんか落ちてきた。落ちてきた。両剣で割るなよ。両剣食ってる、こんなんで。すげえ。やってみるん
んだよ金メダル、ショックラゲット、一匹目いっちゃえ、飯くれ、まあまあよかった、あれら両系メバルだよ、まあまああるね、まあまあありますよ、よかった、この日中にメバル食っとまった荒川としかもとなったよ、いやこれ両系やったぞ、よしよし、袋取ってきますか、袋、僕取ってきますよ、僕ありがとうメバルちゃん、持って帰っていいタイプ、よかったよかった、食えるぞ、食事にありついたメバル、なんだ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 、とことこありますよ、手のひら、手のひら、寝魚、何、ベラベラだったです、餌、餌じゃないです、マムで本当にいいじゃん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 、やったやったやった、ベラでも、そうですよね、そっかそっかそっか、僕ちょっと今一瞬ショック受けてましたけど、なんかメバルの後で申し訳ないですけど、はい、ベラです、ナイスです、四国初フィッシュベラ、やったやった、天ぷらしよう、天ぷら、まあ、でもいいいいいいですね、天ぷらっすかね、あー天ぷらいいっすね、おにぎりいいね、おにぎり食べたい、おにぎりかうどん、四国ルールのうどんを当てたらどうするんだよ、うん、4時、4時、4時まで一旦して飯食おうか、よかったよかった、飯が食える、日中のこの時間やっけね、メバルが奇跡的に連れてくれたけど、メバルはお昼に吸ったことなかった、よし、とりあえず探ってみるぞ、この味が釣れればいいじゃないか、食事が重要ってことを教えてあげるよ、味の大きいおかやろ、なんだこりゃ、ご視聴ありがとうございます、次のおすすめ動画はこちらです、時間限定のライブ配信はチャンネル登録後アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますので、よろしくお願いします。